はい、どうも松原です。今回は、簡単な画像加工の方法を解説していきます。今回の方法は Excel を使ったバージョンで解説をしていきます。まずはですね、挿入というところから画像を選んで加工したい元になる画像をこのように Excel に貼り付けてあげてください。はい、それでですね、次にこの画像の上に赤い枠をつけたい場合なんですけども、その場合は挿入というところからこちら図形というボタンを押してください。で、四角ですね、正方形、長方形というボタンをポチッと押すと、例えばですね、このような感じで、はい、四角ができます。ただこれでは赤枠になってませんので、この上に載せた図形の上でポチッとクリックしてあげます。その状態で上の、書式の描画ツールというところに行ってください。そうすると図形の塗りつぶし、図形の枠線と出てますので、まず図形の塗りつぶしというところ、こちらから塗りつぶしなしを選んでください。そうすると透けます、透け透けになります。で、次、図形の枠線というところから赤を選びます。で、この状態でもまあ問題ないんですけども、枠線がちょっと薄いな、枠線が細いなと思ったら、もう一度この図形を選んで、描画ツール書式というところに行って、図形の枠線というところから太さ。太さで、このあたりちょっと太めに変えてあげると、より太くなりますね。で、次にここに何か文字を載せたいなという場合なんですけれども、そうですね、どうしようかな。まずはじゃあ挿入というところから、また図形というところで、今度はこの直線を選びましょう。で、今度はこの図形から、なんかこの辺りに線を伸ばしてあげて、図形の枠線の色、これも描画ツールというところですね。描画ツールの図形の枠線というところを選んで赤を選びます。で、これも細いなと思ったら枠線のところから太さで好きな太さにやってあげてあげます。そうするとここの部分がどういうことかみたいな、こういう線ができますね。で、最後にその言ってた文字ですけども、挿入から今度ここですね、ワードアートの挿入というところがありますので、このワードアートの挿入ってところをポチッとクリックします。で、次にどの形でもいいので、ポチッと押すと、ここに文字を入力と出ますので、例えば、1番、法人名を入力みたいな感じで書いて、文字をこの辺に持っていきます。で、この文字の大きさは、ホームというところから、この数字を例えば25とかにすると小さくなりますね。はい、で、文字の色はここで変えられます。また図形、描画ツールというところの書式から文字の塗りつぶしというところで赤色を選んで、文字の輪郭から赤色とか選ぶこともできます。はい、あとはこれを全部画像化しないといけないので、元々の画像をポチッとクリックした後に、次にキーボードのコントロールボタン、CTRL、コントロールボタンを押しながら、次はこの赤枠のところをクリック。まだまだ押したまま、今度線の上をクリック。次にまたこの文字の上をクリック。した後に、この、大きな、一番最初のベースになる画像の上でいいので、そちらに右クリックをして、グループ化としてあげます。そうすると、先ほどの図形がすべて一つの画像にまとまります。あとはですね、僕がお勧めしている簡単な方法は、Windows に最初に入っている Paint というツールがあります。Paint。この Paint というソフトがありますね。こちらを立ち上げた状態で、先ほどの Excel のこの図形の部分を右クリック、コピー。そして、ここに貼り付けというのがありますので、貼り付けを押します。はい。そうすると、こんな感じで貼り付きますね。
あとはこれをファイルから名前をつけて保存。で、書類の書き方みたいな感じで保存をしてあげれば、これがもう画像になります。はい。これが一つのやり方です。Excel を使った簡単な画像加工の方法をこれで解説しました。以上です。